どうも、アパパゲームズのサボと、サボじゃない方の J です。今回は、うん、モンハンライズ、ライズ、12月31日のイベクエスト、イベクエストやってなかったんで、この雪中爆がいいね。これクリアするとなんか着せ替えのなんかをもらえるらしくて、一発でいいやつかな。一発でじゃあないかな。何回も行かないと着せ替え揃わないやつ、うん、おそらくきます。いつでも行ける。サボ SOS だよ。 SOS 惜しかったな。 S ぐらいだよ。あ、O も合ってるわ。だろ、うん、びっくりマーク入れれば4文字だし。サボーってこと。じゃあサボーってこと。オッケー、行くべ。もう立っていくの。うん、こいつら合わせやすいわ。ビジネス操縦コン違うよ。ゴシャハギとかね。どっちから行く。あ、とりあえずサブキャンプ1飛ぶ。サブキャン飛んでる俺もう。ウルクレスかな。じゃあ近いやつからこの大かける虫に乗って、おお、こいつ、あ、ベリオロスじゃね。確かにベリ大かける虫いなかったんだけど。え、そんなわけない。俺お前が使っていなくなったもん。あいつ一回こっきりだっけ。うん、一回ポッキリ1万5000円って感じ。エッチなお店やん。行ったことねえからわかんねえけどな。ちょっとそれっぽかったね。一回ポッキリみたいな。最初から合わせに行く。これ R じゃなくて LR か。ちょっとダブルクロスとこんがらがっちゃうよ。こんがらガリーノしてた。こんがらガリーノ、なんか方向な気がしたわ、やっぱり。あ、ためにためてたよな。なんか怒ってない、もう早いよ。息臭い。 あれ飯食ったよな、俺。なんでこんな少ないの。あ、あれだ、オール取ってねえから。さっきからオールのクエストやったからね。そう、今日はオール取ってねえからや。これちょっと動きだるくね。それあんま動き回んな。思い出した、俺ベリオルスめっちゃ苦手だったわ。今思い出した。うん、今思い出した。苦手克服しようぜ。ここで動き回りすぎでしょ。あー、俺はここで克服する、こいつを。今合わせただろ、完璧に。あ、結構食らうな。いや結構食らうね。結構食らう。あー、タックル。結構いい防具なんだけどな。なんで当たらないんだよ。ちょうど見てた今。あいつも危ないと思って着地を変えたんだな。危ないって別に俺の当たってもそんな痛くねえぞ。どこどこどこ。うまい。まゆ、お、なんのあれ、強化方向来た。だからそれ痛い。これ今チェーンソーモードだろ。なんだそれ。いやマジで見ればグイーンってキリ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 って超強そうなんだけど。刃こぼれがすごそう。どうなんだろう。その代わりこれで終わりです。ドドコンガドーンドーンドーン、ピカピカ。お前ツボだよね、俺のドドコンガの。今あれかと思った、ババコンガのこと言ってるのかと思ったわ。ドドコンガとか言ってくる。ババコンガだろうと思いながら。見えねえ見えねえ。決めます。決めた。いや、そろそろだろ。あ、今タイミング合ってなかった。めちゃくちゃなんかいい音鳴ってたけどね。2連撃があったんじゃない。2連撃か。動き回るのきついな。これ気をつけろ。落ち着けって。あれ、それできないの。三河市矢切じゃなくて。
何今なんかとどまってたぞ。違う、俺の方に来ると思ってんだけど来ねえんだよな最近。あれするしかねえな、陽動手。ここよーし、チェーンソーモード。ほんとだ、ちょっとかっこいいべ。ほんとだ、回ってる、くるくる。ちょっとかっこよかったべ。おお、サボ好きそう。あんな回って大丈夫なの？あれ縦の、縦が回ってる。縦が回ってんだ。そう、基本これ縦と剣が合体してあれになるよ、斧になるよって話なんだよね。あ、そうなの？そう、今片手剣モードみたいじゃん。あ、じゃあ縦ができんだ。そう、やばいよ。大丈夫大丈夫大丈夫。 V、 あ、ダメだ、弱点やない。乗った乗った乗った、その場で、その場タックル入ります。回か回か、ダメージが少ないぞ。全然ダメージが多くなかった。壁タックルの、うわ来た、魚の支援があったわ。オッケー。お、 V 破壊か、あ、バってるよ。オッケー、決める。尻尾長切ってんのに。倒した？オッケー、俺か最後。ナイス、楽しいな、こんぐらいの敵なら、うん、俺のシャークも火吹いてるわ。いや、電撃吹いてたわ、間違えた。間違いない、電撃吹いてる。あはは、痛い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 。やっぱ東方神起ぐらいが一番面白かったけどね。一番最初やんけ俺は。面白かったべ。うん、面白かったけど。なあ、方向ないのそれ。こいつないじゃん。ありそうな顔はしてたよ。あの威嚇してな、かわいいよ。うわ、ケツの穴にぶち込んでやったぜ。気持ちよさそう、超気持ちよさそうじゃないそれ。うんこが止まんなそうだよね、確かに。そんな刺激与えたら。こいつのうんこも丸まったうんこなのかな。あ、草食動物は丸まったうんこだよ、臭くってるやつは。じゃあこいつもそうなのかな。ウサギのうんこなんかちっちゃいじゃん。ポロ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 って感じじゃん。そうだね、ポロポロしてんね。しかもだよね、こいつも。じゃあそうなんだ、こいつもそうだね。え、なにこれ、目障りなんだけど、すごい竜巻。ヤスに言えそれ。謝れヤスに。ああ、そういう感じか。ダメだ、全然ダメだ。こいつうざいね、うぜぇ、攻撃パターン。ピヨった。ヤスナイス。うざくね、これすごい。これうざいな、こいつ。ちっちゃいのがさ、さらにうざいわ。いって、あたんかい。もううざっ。めっちゃ強い俺。なんでバック戦いにくいわ、すごい。やりにくいね。あ、いつの間にかゴシャキが出てるわ。あ、出てきてたよ、来てる。ちょっと竜巻するな、見にくい見にくい。オッケー、ケツドドカンガコンやっといた。あ、ナイス、麻痺ってんじゃん、しかもだって KO 術4ついてるからね。ナイス、3だっけマックス。わかんね。5？ もしかして。じゃあ分かんない、間を取って。じゃあそれっぽい戦い方なってるべ。俺どこ行った？移動してるな。おう、チャークっぽくなってきてたべ。ビリビリしなかった？してたしてた、ビリビリ。それが俺のやり方よ。あ、方向ねえんだった。条件反射や。間に合え、間に合ってんじゃん。違かった、なんか攻撃なかったわ。
終わりです。もう決めたかったのに今。今攻撃しないで解いてた。いけ、ナイス。俺も決め技するわ。離れろみんな。俺も決め技で決めて。ナイス。決まってた。決まってんね。でもあれウォシュレット用のトイレットペーパーあるらしいからね。え、ウォシュレットした後にやるトイレットペーパーがあるらしい、うん、でそんなじゃあ刺激がないっていうかあんまり。だからね、水に濡れてもタフなやつ。あー、欲しいんだけど俺。これウォシュレットないともうダメぜ。だからはいはいはい、その後に仕上げで拭くやつが売ってた。ドドコンガーうちキャンセルされてるよ。あ、やべ、なんだこれ。もう一回来るよ。もう一回来てたけどさ、知ってたよ。知ってたけど当たったね。確か攻撃力高いよね、パパ。結構危ないよ。さっきまでのあれじゃやられるわ。あー、ちょっと早かった。早くない？やっぱりそうよな。ママいい感じの速さだった間に合わない速さだったよ。これで決めます。どこに行った？あー、やばい。うおー、終わりです。ブラレンゲな。ごしゃあぎ楽しいわ。ごしゃあぎ楽しいわ。ガチコンガコチーン。できた？できたけど俺の予定ではあれ KO する予定だった。あー、相打ちだった。がっつり頭に当たったもん。うわ、なになになんで聞かなかった？2連撃か。右で左手のラジバンダリしてた。ラジバンダリ。まあでもビンは溜まった。おいし溜めていかないといけないから、これピン。あっ、やばい、どうしよう俺これ間に合え。もう一回。くそ、2連チャンだ俺。やべ、二刀流になってる。ニドラ二ドラになってる。オッケー。なあ、もうこれ A マシドつけ。ちょっと押すとこいつ。それダメなの？ダメなのそれ。怖くね？それ。なんか俺全然当たんないんだよね。当たったわ。そういうこと？当たんないとか言うと当たるやつね。それあるあるだよね。あるある。全然攻撃食らってねえわで食らうもんな。うわ。誰誰誰誰？なんか変な人。なんか変な来た。お隣さんか？うるせえから壁通しに来た俺に。比較し合ってるわ。うわ、すげえ！漫画みたいだった。今ナルトとサスケ感出てたわ。マジ2人で違かったかもしんねえってやつ。うん、千鳥と螺旋丸が逆だったかもしれねえか。そうナルトがグレるはずだったのにね。ってこと？そうね、そう、闇落ちするかもしれない。もう動くなよ、積みワードちゃんとうまくさ当ててくんね。え、今レースしてた周りなんでだよ。あっけよーい、残った。ナイス、それいいね。あー、太ったよ。太ったよってなんだよ。もともとだろ。水飲んでさらに太った。また乗れんの？これ何何何、俺どっち乗ってる？新しいの。あー、はいはいはい。おしゃぎはなんかすげえ。オッケー、ドドコンがガチン決めるわ。もうすぐじゃあ弱ってもいい感じかな。なんだこれ当たんねえんだよ生クラ。はい、321。はい、チェーンソーブレード。
もすごい竜巻邪魔なんだけど。そういう時もあるよね。竜巻はでも当たりはんでねえぞ。あのさ、いや、いぶし巻き飛行やったじゃん。いぶし巻き飛行なんか風出すじゃん、地面から。風出すね。あれ飛ぶじゃん、ね、うん、あれみたいな感じ。あ、いやでも飛ばないね。行っちゃいけないなみたいな。ああ、なるほどね。触んないようにしようみたいな。そうそうそう。もうそろそろアパル。アパルだろ。はい、321。ダメだ、我慢できなかった。もう一回やった。我慢できなかった俺。ヤスがお尻ペンペンしてる。マジで。そんなんしてた見てねえわ俺。ヤスがお尻ペンペンしてた。お前ちの猫はヤス。俺だよそれ。うちもヤスだよ。いねえよそんなのは。うちもヤスなの。同じなのはいません。いや、ほんとほんと、うちもヤス使ってる。お、ナイス。んおー、いい。復帰狩りじゃねえ、解消の時狙うな。くらえ。やられた。やられた俺も。くそ、これで決めてやる。どうぞゴンガカチーン。ケツに当たってたな。もう一発ってオトコンがビリビーンにやっといた。なんだそれ。新しかった。まさか高低差で当たらない。スライディングして当たる。よーい、はい、いってみます。なんかお前似合うの。邪魔すんなって。はい、ということでね、今回イベントクエストしてもらえる装備がこちら、オリオンシリーズね。超あったかそうだな。ね、この時期にね、なんかぴったり。あ、なんか背中についてるぞ。なんだこれ。ベル。ベルがある。サンタさんが。ああいう帽子もいいよね。なんか水泳のさ時に女の子が被ってた帽子。え、こんなんだったっけ。こんなんだったっけ。女の子が濡れた時に被るやつこれ。あったわ。俺ちょっと憧れてたんだよね。スイミングスクールでな。そう。あったわ。憧れてたわ。髪の毛あれするために。そう、乾かすついでにみたいな。あったあった。あれ被ってアイス食ってる女の子好きだったわ。食ってるな。うん。いるわ。じゃあね、皆さんもこれ、ぜひ入手してみてください。あずしと。あずしとー。